セバスティアン・ストスコップフはアルザス地方の画家である。ドイツ語圏での生物画家として重要な一人であると評価された。ストラスブールで生まれた。父親は1590年からストラスブール市に雇われた人物で高官の護衛や馬車の御車を務めていた。1614年に父親は絵の才能を示した息子のために市議会に援助を請願し、ストラスブールの画家。 版画家のフリードリヒ・ブレンテルに弟子入りしたが、ブレンテルから学ぶものは少なかった。1615年に父親が亡くなった後、母親が市議会にもっと有名な画家の下で学ぶことができるように請願し、ヘッセンのハーナウで活動する生物画が得意な画家、ダニエル・ソロウの下に送られることになった。ソロウはそれまで弟子は親類か友人から選んでいたので、 ストスコップフを弟子にするのに、初め熱心でなかったが、ストスコップフを教え、1619年にソロウが亡くなった後は、ストスコップフがソロウの工房と弟子たちを引き継ぐことになった。弟子の中には有名な画家になった、ヨアヒムフォン・ザンドラルトがいた。1622年から1639年の間は、パリやベネツィアで活動したことがザンドラルトの残した。 記録などで知られている。パリで宗教的な対立が高まったことが原因と考えられるが、1639年にストラスブールに戻った。1650年頃からナッサウイコールイドシュタイン校のヨハンの支援を受け、イドシュタインで活動し、イドシュタインで死去した。ありがとうございます。